今日の流れですけど、お二人あの話をしていただく方がいらして、一人目がマリンさんでアート系の話をしてもらいます。で後半お二人目はやすこさんにイタリアで働いていた時の話をしてもらいますという感じになります。でお二人目のマリンさんですけど、お店でフランス語の音読会に参加してくださってて、その関係でご縁ができて、で美大を卒業されてて、まあ、あとに造形が深いという言い方をしたらいいからかもしれないですけど、なんかあのフランスに現代アートをこう見て回ったりしたっていう話を聞いたような気がします。はいはい、であと今お店の方にもマリンさんが描かれたあの絵が展示してあって、この後紹介してもらえると思いますけど、まあ、そういう感じですね。あで今年からまた新たに学校に行き始めたという噂を聞きました。という感じなので、マリンさんに今日はあの展示の絵の話と、まあ、アート寄りの美術館とかの話をしてもらえればと思います。じゃあ、よろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。さっきリサさんから紹介あったんですけど、あの美術系の大学は出てるんですけど、あの絵を描いてる方ではない方で勉強していて、広告とかだったんですけど、あの社会人になって、しばらくしてから最近また絵とかを描き始めております。でもともとあの現代アートとかには結構興味っていうか好きだったので、あの他の国に行った時にいろいろ見て回ったりとかしてました。で今回ブルーバオバオさんで初めて自分の絵を展示させてもらったので、その自分の展示内容っていうところと、あとせっかくなので、あの自分が現代アートとか見てるときにこういうふうに見たら楽しいなっていうポイントとかをシェアできたらいいなと思ってお話しさせていただきます。ちょっと最初に自分が描いた絵を紹介するのが見えてますかね。最初にちょっとここの展示のテーマについてお話しすると、あの記憶の水展っていうテーマにしています。こう壮大なテーマっていうよりは、自分の記憶の中にある水に関連した記憶とかをなんか改めて絵とか印象に残ったのを封印、なんかちょっと抽象的なものにアウトプットしてみようと思って書いてみました。でそういう自分の原風景みたいなところっていう感覚とか、ちょっと昔懐かしいみたいな感覚って他の人もなんか感じるところってあったらなんか面白いなと思って、この水系のシリーズで描いています。でまず最初にこの雨窓の向こう考え中っていう作品なんですけど、これは、素材はアクリルを使ってて、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、このここに水滴のこうぷっくりしたやつがあるんですけど、これが樹脂で作っていて、これがこう雨の窓に打ち付けるなんて言うか雫をイメージしてます。で、なんかこうカフェとかにいるときにふと窓ガラスが枠みたいなになってて、そこに打ち付ける雨っていうシーンが、なんか特定のこの日この場所であったなっていうよりは、なんかそういうシーンって結構今までいっぱいあったなっていうのがなんとなく記憶の上積みにあって、それを描いたものになってます。で、次が、これがカレンダーなんで、カレンダーの一つなんですけど、あの8月のカレンダーで、なんでしょう、このちょっと何て言うんだろうな、海辺のテラス席でメロンソーダの中に人魚がいるみたいな、なんか割とテーマ的にはありふれてるかなって思うんですけど、これがなんか印象にあるっていうのが、この人魚のイメージが膨らんだっていうよりは、なんか子供の時に80年代テイストのこうイラストの絵が実家の
押し入れにあって、なんかそれがこう親の世代の青春みたいなものが残ってて、 それイコールちょっとナスになると思い出すので、これを思い出しながら書きました。でその次が、水というか雪が水になるっていうのを印象して、印象に雪が水になるっていう過程で水と絡めて書いた作品になるんですけど、タイトルがワイパーにすがる雪っていう作品になってます。で、ここをワイパーのつもりでは書いています。で、なんでこれにしたかっていうと、自分が生まれたのが青森県で、で結構豪雪地帯にいたので、なんか冬とか春先とか親の車の助手席に座ってると、こうなんだろう、雪が前から打ちつけてきて、それをワイパーがすごい速度でなぞこう拭っていくと、すぐに水に変わっていって、でその雪から水に変わるっていうのが永遠と繰り返されるっていうのが、ちっちゃい時すごい印象にあって、でそれが毎年毎年同じことを、この季節になると同じ風景が浮かんでくるので、それを書きました。で、ま、パッと見ワイパーとは分かんないんですけど、別に分かんなくてもいいかなっていう、なんとなく懐かしいなっていうところがシェアできたらいいかなと思ってます。で、これ次が、3つに分けて書いている作品なんですけど、朝露っていうタイトルで書いていて、でこれ素材はマーカーペン、1本使って書いています。これは説明することがなくて、なんか寝起きにこれを書こうって思って、でなんかみずみずしいものが欲しいなっていう気持ちになったので書きました。でもなんかちょっと夢うつつみたいなところで、なんか分かるなみたいなのがあったら嬉しいなと思ってます。で、最後にこれがボールペンで書いたもので、ゼリーへの憧れっていうふうに書いているっていうタイトルなんですけど、これも、なんだろう、子供の時って、ゼリーのあの、ツルツルした感じとか、プルプルした感じっていうものに、すごい特別感があって、で、なんかそういう、つるんとした雰囲気とか、あと、なんだろう、なんか、冷たいデザートって、ちょっと特別な感じがあって、なんか、今でも、その、ちょっとゼリーみたいなトロトロしたり特殊なテクスチャーのものに対して なんだろう、ちょっと同型があるので、それを少し夢の世界みたいな雰囲気と合わせて描きました。で、これ自分の作品を説明してからっていうのもあれなんですけど、なんか今いろいろ説明すると多分、あ、なるほどとか、あ、そういう見方するんだとかあると思うんですけど、多分普通に美術館に行ったりとか、ちょっと現代系のギャラリーとか見に行った時って、なんかこれどう見たらいいんだろうとか、なんかよくわかんないなって思って、そのまま良かったかもなって思って帰ったりすることとかって結構あるのかなって思ってて、でなのでなんか今こういう説明をした後ではあるんですけど、自分の絵をちょっと持ちながら、自分がいつも鑑賞するときにこうしたら面白いなっていうポイントとかをなんか今からお伝えしたいと思います。で、別にこの私の見方が正解とかじゃなくて、ここから自分をこう見るとかっていう風なのがあれば、なんかもっとそれを広げていくと楽しいと思ってます。なのでヒントにしてくれればいいと思ってます。
私がいつもやってる方法なんですけど、最初に多分展示会に行くと、その展示会の入り口に、展示会のテーマみたいなのが書かれていると思うので、なんかそれがまずここから始まる展示会の軸になるなっていう、なんかストーリーの基盤っていうのをなんかインプットしておいて一回踏み入れてます。で例えば、私の今の触ってるのだと記憶の水っていうタイトルなので、多分水と関係あるんだろうっていうインプットで見ていくと、なんかそこから自分と関係あるものっていう感覚で、こう、展示内容を見ていってるのかなって思ってます。で、あと、もう一個言わせれたんですけど、ちょっとコロナとかあると思うんですけど、できれば、その感想を言い合える人、友達とかと一緒に見に行くのがおすすめです。なんか自分一人でちょっと思ってもなんだろう、紙にメモしておいてもいいんですけど、友達に言うと友達も「あ、分かる」とか「私はこう見えた」とかっていうのがあって、そこから「あ、こんな見方があるんだ」っていう、なんか新しい見方が生まれるので、なんか人と見に行くのは割とおすすめです。で、いつもどういう感じに見てるかっていうと、展示スペースに入ってって、なんか割とサクサク展示内容を見ることもあれば、歩きながらなんかわかんないけど引きつけられるなこの絵っていうのがあったら、なんかタッチが好きとか嫌いとか何でもいいんですけど、ちょっと惹かれたら寄って行ってみて、そこで10秒とか20秒っていう短い時間じゃなくて、なんかできたら5分以上立ち止まって、そこの何が自分が何をの部分に惹かれてるんだろうとか、ここの作品に対してなんかどういうふうに見てるのかっていうことをちょっと一回考えてみてます。で、友達とかにもこの絵が気になってて、自分こういうふうに見えるんだけど、あなたどう思うみたいなことを聞いて、でそこでちょっとセッションをして、で、あ、なるほどなって自分なりの作品の解釈をしています。で、なんかいろんな、こうぱっと見きれいだなって思う要素もあれば、なんかいまいちよくわかんないけど惹かれるなっていうとか、結構さまざまあると思うんですけど、その中でどこでもいいなって思ったら、こう一回立ち止まってみて、立ってみるんじゃなくて、ちょっと深く見つめ直してみるっていうのは結構ポイントかなと思っていつも見てます。で、なんか今ちょっと短い時間なのでざっとお伝えしたんですけど、こう美術っていうか現代系アートの鑑賞のポイントとして、なんか私がこの絵の説明をしてこういう背景で描きましたとは言ってるんですけど、見てもらう人に対してこう見てくださいとは思ってなくて、なんかもさっき感想をお伝えしてくれた方が、なんかこの、私は雨などを見こうって書いたんですけど、下から立ち上る雲みたいに見えるとかっていうふうにおっしゃってくれて、そういうふうにどんどん自分の中の何かこの絵とつながる部分みたいなのを引き出していくと、なんだ、新しい自分の中の見方っていうのに気づいていって、それがこう現代アートの楽しさかなって思ってます。で、ちょっと簡単なポイントなんですけど、私からのアート鑑賞のポイントは以上になります。で、最後にそのでもさすがにこの展示はめちゃくちゃつまんなかったなとか、外れ引いたなっていうのは結構あるので、なんかそんな時でも、展示は置いといて美術館を楽しみましょうっていうやり方も結構あると思うので、そういうのもお伝えしたいなと思ってます。有名なところなので、もうみんな結構みんなさん行かれてるとは思うんですけど、例えばこれは見えてる、
新国立美術館とかだと、こういう椅子とかって、なんかハンス・ウェグナーとか、有名なプロダクトデザイナーとか建築家が作った椅子がもういろんな種類が大量に置いてあるんです。で、なんか普通に買えば1体多分もう50万とかするような椅子があるので、なんかそんな椅子が座り放題と思うと結構なんかあれも座ろうこれも座ろうみたいにっていう楽しみ方もあります。で、私は新国立美術館に初めて行った時に、なんかあ、この椅子も座り放題だしあれも座れるぞってすごい興奮して座りました。で、あとは例えばこれ千葉の湖畔美術館なんですけど、ちょっと独特なこういう感じの美術館があるんですけど、美術館大概なんかカフェとかを備えていて、で美術館にあるカフェってなんだろう、あんまりパソコン作業してる人っていなくて、みんな美術館見に来た後にちょっとゆっくりしようっていう感じなので、なんか今カフェに行ってゆっくりしようって思っても意外と作業してる人多かったりとか、ちょっとうるさいなって思うこととか結構あると思うんですけど、美術館目的じゃなくても美術館のカフェに行けば静かな時間が過ごせるっていう、なんかその目的で行ったりするの楽しいです。で、そのうちなんか美術とかに興味が出てきたら、ここの新国立美術館だと無料で図書館が開放されてるので、あんまり普段こう探しに行けないような洋画じゃない、英字のアート系の本とかがいっぱい置いてあるので、そこを利用してみるのも楽しいです。っていう私から の美術館の見方のシェアです。はい、ありがとうございます。すごい面白かった。あ、よかったです。じゃあ、皆さんなんか質問とか感想とか、なんでしょうね、追加情報とか。あ、はい、新国立美術館って上野の方でしたっけ、六本木でしたっけ。あ、六本木の方で。あ、じゃあすぐ近くに、はい、ガラスの綺麗なやつ。あ、そうです、建築がこうなってるやつ。ここどうですか。あ、なんかあります。それで行くのがいいって言って相手はいないと相手がいない人はどうしたらいいですかっていう結構アートサークルがあって、うん、でそういうところに入るとこの日みんなで行ってみましょうみたいなのがあって、あ、そこで人と話したりもあります。なんかミートアップでも何個かあったはず、うん、あ、なんかたまに見かけます、ね、はい、みんなで行こうみたいな。あと、ズームの参加の方も何か質問とか、矢野さん何かあります。あ、はい、矢野さん。あります、はい、美術品をこうみんなに紹介してるんで、このそのズームですごくそれをこうきれいに映すっていう、ただそれだけのことなんですけども、そういうふうに映るといいですね。あ、そうですね、手持ちのカメラなんで、あ、これぐらいがどうですかね。あ、いいですね。これが、タイトルは、あ、タイトルはアママドアママドの向こう考え中、考え中、手ぶれ機能がついてなくてすいません、ね、すいません、手ぶれになっちゃった。はい、で、なんかこういう、見えますか、こういうちょっと、うん、雫みたいなものを樹脂でつけて、うん、カレンダーのやつですね。あ、そうですね。これぐらいでどうですか。はい、イラストを思い出して描いて、綺麗ですね。で、これがワイパー。あ、はい、うん、フレームにも、あ、フレームにもマリンさんが雪、なんか
車の窓に雪がちょっとワイパーから取りこぼしてちょっとついてるようなイメージで雪がついてる。3000冊ですね。タイトルは朝露です。これはなんか鳥がいるって言ってた人がいてマリンさんに聞いたんですけど、鳥ではないですけど、そう思うならそこ。一人一人そのそこのとこですけど、ね、あ、やっぱみんな鳥。みんな鳥って。次が、これなんか、なんかこれも何かがいた、いるんですよね。あ、な、謎の生き物がいますね。うん、これは、ゼリーへの憧れっていうタイトルで、見えて、あ、収まってますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、やすこさん紹介ですけど、やすこさんはあのこのお店でイタリア語の音読会を主催してくださっていて、あとフランス語の音読会にも参加してくださってるんですけど、やっぱイタリア語ができるとフランス語の上達が非常に早いような気がしますね。はい。で、この後話があると思うんですけど、あのイタリアであの何か働かれていたので、その時の話をしていただきます。じゃあ安子さん、よろしく。すいません、お待たせしました。こんにちは。こんにちは。突然始めます。イタリアのミラノの大聖堂のドゥオーモを今映してるんですけど、皆さんイタリア行かれたことあります？あんまり地に詳しくないんですけど、だいたい北海道と同じぐらいの位置にありまして、四季は日本と似てます。夏暑いです。地中海気候ですけど夏は暑い。でミラノのドームは奈良の東大寺と大きさが似てるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ次行きます。目次、本日、目次は、目的と働くまでの流れ、楽しかったこと、大変だったこと、悔しかったこと、珍しかったこと、ご質問タイムとなっております。私自己紹介したかな。井上康子と申します。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次。もともとの目的は語学取得とキャリア形成です。で後に目的は達成しましたが、イタリアではなくても良かったです。ファッションに興味があったので、パリかミラノかニューヨークかロンドン、どれかどれでも良かったです。おそらく一番物価が安かったのはイタリアだったのでミラノにしました。で働くまでの流れなんですけども、語学学校に通いまして、そこで履歴書の作成を学びまして、その後、まあ、ここに画像はありませんけど、ちゃんと面接突破しまして、その後採用されました。ミラノのリングアドゥエっていう語学学校に通ってました。で、どこで働いたかっていうと、ビアデラスティガドゥエっていうスピガ通り2番地ですね。さっきのドゥオーモがこの辺だとすると、ここら辺、Google マップ。撮ってきました。で外見はこんな感じです。ここで働いてました、はい、歩いて10分ぐらいです。ここからもしファッションに興味ある方いらっしゃいましたら、この辺あのブランドストリートになってまして、モンテナポレオーネとか、このスピーガ通りもそうなんですけど、あと何だろうな、ピアマンゾーニ通りとか、
すごい高級なブランドが立ち並んでるところとなっています。で、私が果たしたのはドルチャンドガッパーナっていうお店です。割と、まあ、シャネルとかエルメスに比べるとそんな有名じゃないんですけど、まあ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 高価格帯、かなりまあまあじゃないですね、かなり強気の高価格帯ブランドとなってます。で、中はこんな感じで割と豪華絢爛な感じです。はい、で、ちょっと私ももう去ってからだいぶ時間が経つんで、 おそらく今こんな感じに内装変えたんじゃないかなっていう感じですね。はい、で、楽しかったことは著名人をたくさん見たり話したりできること。中田英寿さんとかベッカム夫妻、ナオミ・キャンベル、ジゼル・ブンチェンは知ってる方いますか？あの結構世界、ヨーロッパの方だとかなり有名で、ちょっと前までトップモデルで一番稼いでたって言われてるモデルさんです。あとペネロペ・クルスとかジェニファー・ロッチ、直接会ったんです。あ、そうです、見れます、見れます。これがすごい楽しくて、あの本当に世界中からいろんな、でこれ作った後に思い出したんですけど、あの五組とアレジーさん、夫妻とか、あと加納姉妹とかも来てました。はい、で非常にあの見ると非常に小柄、テレビで見るより小柄です。スーパーモデルの人たちも思ったよりそんなに背高くないです。おそらくバランスがいいんでしょう。はい、次。大変だったことは言葉が通じないこと。もちろんあの私もパーフェクトじゃないので、はい、大変でした。はい、で悔しかったことは上司に嫌なこと言われた時に言葉の壁があって、まあ、すぐに言い返せなかった。それで泣き出入りしたことがたくさんあります。机とか、机じゃないか、でかくわかんないけど、まあ、バシバシこう叩いていますけど、気持ち的にはこんな感じでした。なので次にこういうことを言い返してやろうというふうに、まあ、辞書で調べてちょっと言葉が上達したっていうのがあるかもしれません。で珍しかったことはチップをもらったことですね。日本だとチップの文化はないんですけど、まあ、いろんな国の人を接客してるとチップもらったりするんですね。まあ、あの、ありがとうって感じでいただきました。はい。あ、終わりだ。グラッツェ。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、私は語学勉強は趣味なので、別に趣味でやっていけばいいかなと思って。目指してるところで言うと一応4カ国語日常会話できたくて、英語、イタリア語、フランス語、スペイン語なんです。それはその今途中なので、ま、目指してます。はい、ありがとうございます。あの仕事探しの話を前ちらっと教えてもらったときに結構すごくてあの驚いたのでその話をもう一回してもらいたいな。え、覚えてらっしゃるんですか？うん、あの履歴書持ってる。あ、そうそう、あのさっき簡単にさらって流しましたけど、あの履歴書ですね、ここのお店のカウンター、あ、今ね、画面共有、あ、画面共有じゃなかった、うん、まあいいや、あのお店のかあのキャッシュデスクってさ、お店でお金払うとかあるじゃないですか、あそこに直接持ってってよろしくって感じ。飛び込みってことですか？あ、そうそう、飛び込みで、で割とすぐ電話かかってきて、割とすぐあの面接1回だけして採用でした。まあ、日本とちょっと違うかな。それはあっちで職探しする人はみんなそんな感じで、まあ、普通にはそれは多分やばい、違う、普通にちゃんとどっか会社のリクルートの多分あるの、そこにまあね、あの E メールなり手紙なりを出して、うん、日本と同じ流れだと思う、うん、私の時はそれがよく分からなかったので、うん、何していいか分からなかったので、インターン持ってきゃいいやつ。すごいですよ。
あ、1個ね、ボッテガベネタの方が先受けて、ボッテガベネタってブランドなんですけど、アミアミのイトレッチャートの有名なブランド、あそこの方が先に受けてたんですけど、返事はドルチェの方が早くて、あ、じゃあいいや、ドルチェでいいやつって。何でもよかった。こだわりで。一応、こだわりあったんですけど、当時ね、プラダは東洋系の販売、あ、そう、私、販売員やってたんです、ここで。東洋系の販売員を取る傾向になかったんで、当時は。だから、一応そういうとこは避けて、あとさっき上司に嫌なこと言われてってありましたけど、はい、どういうこと言われるんですか？あんま覚えてないですけど、その時上司がフランス人で、適当に勉強したイタリア語とフランス語で半々に喋ってよく分かんなかったんですよ。であんまり覚えてないですけど、日本でも働いてたらちょっと嫌なこと上司に言われた時だったじゃないですか、多分そのレベルだった。その時は長期ビザは取っていらっしゃいますか？はい、はい、最初は学生ビザで入国して、学校も学生ビザで行ってたんですけど、途中でペルメソリラボーロっていうビザあるんで、普通に切り替えてもらいました。うん、レンさん、今。うん、レンさん、ご清聴ありがとうございます。うん、あ、そうです。はい、こんにちは。イラストが可愛いって言ったんだ。あ、まあ、いいじゃん、私が描いたんじゃないですよ。イラスト用のやつです。これを安子というイメージで。あとなんかどうですか？安子さん。日本の方がイタリアで、どういうご自身か、例えば、仕事の話で、韓国とか中国人多い。多かったら、その販売員が中国人に採用したり、うん、日本人が今、イタリアとの関係性、あるいは現地で働いている方はどういう人たちが多いのかとか、それありますか？私、結構これ前なんで、そんなに中国人の方多くはなくて、私がいた頃、どっちかというと、ロシア人の人すごく多かったです。いや、わかんないです。そうなんですイタリアと近くないけど、結構いろいろ本当に全世界からアラブのなんか石油のなんちゃらとか、あとギリシャのなんちゃらみたいな、本当に世界中から来てて、そんなに中国人の人だけが多いという印象ではなかったんですよ。だからスタッフも本当に何だろう、いろんな国の人がたくさんいて、それでロシア人のスタッフもいたし、スペイン人も。かなりいろんな国の人がいたので、そういうアジアのどこかだけに特化してなくて、割とこう世界のお客様まんべんなく対応できる方でスタッフ揃えていました。それ来たお客さんによって対応するスタッフの人が変わったりするんですか？いやもう、あ、そういうなんか VIP みたいな人はちゃんともう決まってるので、なんか店長クラスみたいな人たちが一応対応するんですけど、そうじゃなかったらもう待たせるわけにいかないので、はい、空いてる人が対応します。どうですか、質問は？いや無理に質問。あ、どうぞ。あ、イタリア3年半ぐらいいました。その後、そのままイタリアに住もうと思われて、それで運よくそのドレちゃんの学校内が日本に支店があったので、日本に移動させてもらって、その後日本で働いてました。はい、まあ、それは私の一個目的だったんです。向こうで何かしらのなんだつてを作って日本で働きたいなっていうのがあったので、一応そこは目的を達成して帰ってきました。なんかちょっとやっぱり若干人種差別を感じたところがあったりとか、あといろんなその役所の書類回りがスムーズじゃなかったのと、人によって言うことが違って、やっぱちょっと性格的に私は合わなかったので、もういいやっつって帰ってきました。やっぱり旅行で行く程度がいいかなと思いました。はい、住むのはもうよかった。やっぱいろいろ大変な、そうですね。日本に帰ってきてどうですか？なんか逆カルチャーショックみたいなのは
あ、全然全然、あの、はい、その時また一から、新人でもないけど、そこそこ新人扱いでまた働き直しました。あの、今のテーマはファッションですけど、あの料理、イタリア料理に関してはどうですか？あの前回1回作った料理食べさせていただきましたけど、イタリア料理、ありがとうございます。イタリア料理に限らず料理は好きなんで、まあ、美味しいかどうか別として料理は好きです、はい、あの向こうでもイタリア料理のなんといったあの接したチャンスは結構多かったんですかね。どう、あのちょっと聞こえづらかったですけど、イタリアの何に接したですか？あの料理、料理の作り方とか実際いろいろ。ああ、なんかたまたま日本人で料理の勉強してる人がいたので、その人と友達になってまあまあ教えてもらいました。ああ、はい、同じような感じになっちゃう。なんか、この、日本で有名じゃないけど、イタリアのお菓子で、これ美味しかったやつがあります。あんまりないな。日本のお菓子の方が美味しい。圧倒的に日本のお菓子の方が美味しいです。はい。なんか、ありませんか？大丈夫。背を向けてですね。ズームの方も何か質問はないですか？大丈夫ですか？もう先にでもちょっとちょっとすいません。はい、柴田さんですね。はい、こんにちは。あのちょっと立ち入ったことを伺うことになるかもしれませんけれども、はい、あそこのブティックで働いていて、いただいたお給料で、あのまあ、それなりの生活はできるほどのお給料をイタリアではいただけるのでしょうか？ですね、あの私ルームシェアしてたんで、あ、そういうこと、まあ、高い、アパートに住もうと思えばたくさんありますけど、まあ、抑えると思えば抑えれたので。あ、そうですね、うん、あ、そういうふうにしてらっしゃる。じゃあもう一つ違う質問ですけれども、あのイタリアのファッションってやはり普通の日本人から見ると、あ、とてもまあ、あ、リマーカブルというか、こうすごく個性を出すというか、ちょっと、違う言い方をするとすごい派手っていうかね。あ、はい、やっぱりすごいこう太陽の明るさとかが違うし、国民性が違うから、うん、あの日本人はどっちかというとやっぱりあのこうくすんだ色の方がっていうか、シックな色の方が落ち着くとか、そういう流れがあると思うんですけれども、うん、あの安子さんが見られて、その安子さんが考えられるイタリアファッションの素敵なところってどういうところでしたか？やっぱり色が綺麗だとか、デザインがすごいこう個性的であるっていうことが魅力的でしたか？体を綺麗に見せる服が多かったと思います。あの、胸を結構出すお洋服多かったんですけど、はい、綺麗に見えるとか、背中が綺麗に見えるとか、そういうのは、圧倒的に多かったかなと思ってます。ただ日本に、
輸入されるものは日本人好みとして展開するので、はい、同じドルチャンダガッパナの商品でもやっぱりバイヤーが国民性に合わせて、セレクトしているので、多少そこは国によって商品のラインナップが違うかなっていうところはあります。あ、そうですよね。はい、あ、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。やすこさん自身はどういうファッションがお好きですか？あ、それがですね、今全く違う仕事してて、もう洋服どうでもいいかな、ファッションどうでもいいかなっていうほどもうファッション界で楽しんできたので、なんか手が欠かせますけど、もうどうでもいいです。あまりにもエネルギーを使いすぎた。そうですか。今入りを終えたという感じです、私の中で。あ、そうですか。まあ今ってズームが流行ってて、もうみんなそのなんだろう、おしゃれをする、はい、まあ機会がないとかする気がなくなったとかっていう、はい、雰囲気がまあ多分世界中そうなのかもしれませんが、そういう雰囲気は漂ってますけれども、じゃあ安子さんもその流れに入っているわけですね。そうですね、自分が心地よければ何でもいいかなと思ってます。あまり人に強要するつもりはなく、あ、はい、そういうように考えてます。はい、はい、あとはどなたか大丈夫ですか？すみません、聞こえますか？はい、こんにちは、ともこです。いつもお世話になってます。お世話になってます。いつもありがとうございます。一つだけお聞きしてもいいですか？どうぞ。私実はオペラが大好きなんですが、あ、はい、やすこさんせっかくというかあちらにいらしたので、はい、オペラに行かれたこととかありました？あ、はい、ベローナのところに行きました。あ、素晴らしい。で、何、ちょっと私あんまりオペラに興味ないので何を見たか全く覚えてないんですけど、行った経験だけはあります。素晴らしい。感想はあります。わかりました、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。イタリア生活は総括するとどうでした？総括すると、楽しかったとこも嫌だったとこもあります。はい、旅行ではまた行きたいです。旅行で行きたいってことは、まあ、いいとこなんですよね。あと友達がいるので、はい、そういうのはまた行きたいな、会いに行きたいなってのあります。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなとこですかね。あと、じゃあなんか全体通しての質問とか感想とかありますか？大丈夫ですか？全体通してしても、あ、はい、やすこさんどうぞ。来週とか再来週とか分かんないんですけど、またこういうのあるんですか？なんかやりたいなとは思ってます。あ、そうなんですね。あ、そうそう、この回の目的ですけど、なんかいろんなことを知ったり、いろんな人の話を聞いたりっていうのができたら面白いかなと思って企画をしてみましたけれど、支援してくださる方がいればまたやりたいと思います。はい。あとは、まあ、参加者の方同士のなんか自己紹介とかも思うんですけど、全体通してやるか、録画をどうしようかなと思いますけど、一言ずつ感想を教えてもらいましょうか。ちょっとまだ時間もありますし。よかったら、じゃあ、ズームの方から、じゃあ、矢野さん、しゃべりたそうだったんで、矢野さん。大変面白かったですけどね、こちらにいろんな形で参加されてる方って、皆さんユニークな方が多いんで、お二人の方がお話ししていただきましたけど、本当に皆さん、ここに参加されてる方の自己紹介じゃなくて、自分のそういう話をですね、どんどんしていただいて、このミートアップをですね、こう新しい形に持っていければいいかななんて
思いながら見てました。うん、あ、それ賛成です。私あの矢野さんのプレゼンテーション聞きたい。あ、本当ですか。僕はね、今お喜びでやってくれますよ。本当に今もうプレゼンしてるんですね。私のバックにはこれ僕の趣味なんですけど、これあの、スカッシュなんですね。で、スカッシュはですね、僕あの30年前に僕ベルリンにいましてね、でベルリンで初めて僕スカッシュをあのベルリンのオペラの日本人の奥さんのペーターという人に誘われてスカッシュをやろうって言って誘われたんだけど、当時やったことなかったんで悔しい思いをして、それで日本に帰って今20年のスカッシュ選手なんですよ。素晴らしい。はい、ありがとうございます、矢野さん。じゃあお次、柴田さんいかがですか、感想。とてもなんかシンプルで控えめな感じで、とてもあの、優しい感じで、いろいろこうアドバイスしてくださったことが素直にあの受け取れました。であの今は本当に、まあ、あの美術館も博物館もなかなか行こうと思ってもついつい足が遠のいているあの時なんですけれども、今日のお話を聞いて、あ、やっぱり今までいろいろ楽しんできたことを、まあ、あの安全に気をつけながらもう一度やっぱり自分がいいなと思うものを見に行きたいというふうに今日のお話を伺って、すごく感じました。やっぱりああいうこう素敵なものに囲まれた空間っていうのはあのいい意味で日常性から切り離してとてもいい感じを全体として受けることができるので、まあ大切な時間だなとは今まで思っていたような思っていないような時があったんですけれども、ね、今日はまたそのことをあのマミさんのお話を通して再認識させていただいてありがたかったです。まあ、それからあの安子さんのお話ですけれども、同じ外国語を使って仕事をするということに関してですが、例えばですね、自分の国で外国語を使って仕事をするのと、あの自分がマスターした外国語のがこの国で、その外国語を使って仕事をするっていうのは雲泥の差があるんではないかなと思うんです。やっぱりその厳しさ、あのご自身もおっしゃってたようになかなか通じないとか、クレームに対してもきちっと対応できないとか、あのそういうことを経ながらきっちりやっていらしたというのは本当に立派なことだなと思うんです。あのまあ、こういうことを気にして、まあ、そういう方がいらしたっていうのはとてもあの素晴らしいことだなと思いました。でそれからちょっとミートアップ全体の最近の傾向として、あのいろんな今日源さんもあの、ここに一緒にいられますけれども、本当にあの若い外国国籍の方がいろんな形で参加してくださって、ああものすごいあの、私たちというと語弊がありますが、矢野さんとよく話すんですが、もう年寄りにはもう何よりのすごい刺激、皆さんあのきちっとご意見があるし、でそういう方たちと肩を並べて一緒に仕事をしてきたっていうのは本当に素晴らしいことだなと思います。多分イタリアファッションを見るたびに安子さんのことをこれから思い出すんではないかと思います。あのちゃんあ、ありがとうございました。お会いできたら光栄です。
ありがとうございます。じゃあお次、源さん、よかったら感想とかお願いします。特にまあ関心しているのは、まあ、やっぱり皆さん、海外とか関連にも新しい世界に飛び込んで、まあ、その勇気をまあ随分まあ関心しています。で、まあ、そんな作品とか、あるいはまあ経験とかの、裏にはまあ日々、日々重ねていろんなまあ努力をされてるかなとも思います。まあ、その辺、その勇気と、まあ、日々 の、 努力 の、 重ねというのは、まあ、すごい感心しています。はい、以上です、はい。ありがとうございます。では次、ともこさん、よかったらお願いします。はい、ですね、すいません。そうですね、まず私最近全然美術館とかに行けてない人間でしたので、今日お話まみさんの聞いてて、本当に久しぶりに美術館に行きたいと心から思いました。なのでまずインスパイアされたらということでお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。あと安子さんには毎週イタリア語の音読でお世話になってるんですけど、私はスペイン語をもう四半世紀昔の大学時代にやってて、でもう忘れた頃にちょうど今年本当にコロナがなかったらスペインにちょっと2ヶ月ほど行くはずだったので、復習を始めた1月ぐらいからだったんですけど、でコロナで結局流れて、でまあ、その後もう仕事と家の往復しながらスペイン語だけちょっと自分で文法とかおとなしくやりつつっていう時に、大好きだったオペラのイタリア語もじゃあやってみようかなと思うんで、文法だけ読んでたんですね。それで言葉を口に出すっていう場所がどこにももちろんなくて、ビギナーすぎて、で音読会っていうのを発見しまして、で参加させていただいたらもうハマりまして、毎週もう2ヶ月間ぐらいですか寄せていただいて、すごく楽しみになっているので、これはもうこれからもずっと続けたいなと思っていますので、安子さんがされる限りぜひ続けていきたいと思っています。で安子さんがそのいろんな言語の学習を好きっていう話も聞いて、まあ、さらにインスパイアもされましたので、私もフランス語は全然分かりませんが、スペイン語とイタリア語はできれば両立させていきたいという希望がありますので、今後もそんな感じで安子さんのやってらっしゃることも見ながら、また続けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいポジティブで素晴らしいですね。現代美術の話大変面白かったです。ありがとうございます。美術展とか美術館とか訪ねるのは楽しみにしている方なんで、他方新国立美術館六本木にあるやつって実はまだ行ったことがなくて、まあ、この機会にぜひ行ってカフェでちょっとコーヒー飲んでこようかなと思いました。安子さんがミラノにいらしたって話は前から伺ってて存じ上げてましたけど、改めてミラノの大聖堂の写真拝見してですね、またぜひ一度私も行ったことあるんですけど、訪れてみたいなと、特にそのミラノのスカラ座のねオペラは一度行ってみたいなというふうに思ってます。まあコロナが落ち着いたらぜひ行ってみたいなと改めて思いました。ありがとうございました。じゃあ上の方に戻って、実は私は毎月のように美術館がデパートの工芸館に行っていまして、そうなんですか。で先月アーティフォン美術館というところに行きました。まずは美術館美術館といったところなんですけども、何年か前に閉館して建物をきれいにして、すごい黒くて柱が大好き、行ってみたい。すごいビルのかっこいいビルの中に、アーティフォン美術館っていう名前で来たりなんですけども、で、ぜひ今だったら本当にコロナなので予約制なんですよ。
だから前だったらもう1分とか2分で電話を私2回ぐらいくるくるなってなんか一番好きなピカソを3回ぐらい、ね、今が3つかな。あ、なるほど、ね、どの辺なんですか。そのなんて八重洲、八重洲八重洲八重洲へえー、で調べてもアルチゾンアーティゾン美術館アーティゾン完全にやってなくて、こんなに広々としてもう取り留めできるぐらいいいですね。ゆっくりに行ったら、うん、なるほど、ゆっくりチャンスというか、いい今がチャンスだなと。へえ、あとそれから美術館だったに関しては見てるなと思って、ああ、良かったな、良かった、ちょっと安心しました。安子さんもやっぱりイタリアでも、あ、分かったね。生きていかなきゃいけない。素晴らしい。よろしくお願いします。フランス、フランス、よかったら、はい。マリンさんの美術館を一緒に誰かと行った方がいいっていうおすすめだったんですけど、私基本絶対一人で行く派なので、いつかやろうかなと思いつつもまだちょっと実践ができてないので、今後もし機会があったらやってみようかなと思います。一人でゆっくり見たいって、一人でゆっくり、あ、友人といっても結局入り口で一緒だけど中で分かれて、うん、で最後入り口で出会って飲みに行く、で飲みの時は別にそう話はしないって感じなんで、それが結構常ですね。へえ、ちょっと語り合う仲間を作ります。なんかコロナ落ち着いたらツアーしたいですね。ああ、いいですね。楽しそう。いいな。あとは、やすこさんのミラノですよね。ミラノです。なんかこう絶対辛いこともあったろうに、うん、すごい楽しそうっていう方も声がありますけど、ポジティブに捉えて話されてたのがすごい印象的だったなと思って、そのポジティブさを分けていただきたいかなと思って、はい、じゃあいつでもありがとうありがとうございます。じゃあ私は勉強会のブロガーペンを始めていて、いらっしゃいませ。あの別のプランコーヒーがすごく美味しかった。 ありがとうございます。でも図書飲んでて、ね、山の前にはすごく引いてますね。なんとちょっとよって言いますか。すいません、結構すごくあのマリンさんの絵の話を聞いて、すごくやっぱり絵を見に行くのが出会いですよね。作者と自分の中の何ていうか、先ほど原風景をおっしゃっていて、多分本当に共有してるんだって、その作品を通じてでこういう本当に共有してるんだとすごく感動しているところがあります、うん、で、あのまたあ、作品を見るだけではなく美術館を見に行くのもありだなと考えとか、なんかこう言われると、まあ、確かにそんな言ってる美術館の中で、あの美術館も自分の個性があるなという感覚がありまして、ありがとうございます。やすこさんの話を聞いてすごく面白かったと思いますが、やっぱりブランド品の店は全然お金持ちではないんですけど、美術館のエンナンバーはどんなものが起きてるかとか、でどんな世界があったとか、話の面白かったなとすごく思いました。今日はお二人です、はい、勉強になりました。ありがとうございます。あれ、どちらの方なんでした？あ、私中国、中国の方。へえ。楽しいの方で、まあ、興味なくてなんとかっていう。じゃあこれで終わりにしたいと思います。あ、お二人何かあります？最後に。あ、なんとくない、とくない。マリーさんのあの絵好きです。ね、私も絵好き。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。